私はあんまり嫌いではないんですけど、まあ昭和チックなね、要はまあ上の将来がワンと仕事が降りてきて、でもう勢いでもってやれみたいなとこっていうのがまあ過去にはあったし、諸先輩方からまあ、俺の背中を見て育てとか、俺も苦労したんだからお前も苦労しろよっていうのが当たり前だったんですね。若い人に教えなきゃいけないっていうところで、どうやって育てていこうという悩みをずっとまあ抱えてました。人材の流動化も激しい時代ですので、たちまち立ち行かなくなると、何かいい方法がないかなと思っていろいろ試行錯誤したんだけども、結局やっぱり無理だなっていうことで終わってたんですけど、私よりキャディさんが大変だったと思うんですよ。お前らに一体何ができるんだというような、やらざるを得ないという羽目になって、じゃあやってやろうじゃないかということになって、実際にやってみたところ、これが非常にですね、会社の中にすぐに結果が出てきたんですね。まだ1年しか経ってない子は2人いるんですけどね。だけどその頃ももう自分一人である程度のことはできるようになってるので、泥はなかったら仕事できないですって言ってるぐらいなので、効果は絶大なんじゃないかなと思いますけどね。ギャリーさんの場合は1ヶ月に何回も来ていただいて、強力な推進力っていうか推進役ですよね。知らなかった情報にアクセスできるようになるということで、まあ、ベテランでしか考えられなかったところ、プラスアルファ若手の、まあ、新しい発想だとかが生まれてきて、より前向きな意見の交換というところが生まれてきたかなというふうに思ってます。少し前の自分はこのままひっそりと、まあ、定年を迎えて、もう自分が何かをするという、そういう発想イメージは全く持ってなかったんですね。でも実際それをやってみたら、なんだ自分でもまだできることがあったんだと、ワクワク感がずっと継続してる感じがするんですね。まるまる自分の人生そのものが変わったと言っても過言ではないかなと思っております。キャディの加藤社長がドロワーを導入して会社の文化を変えるんだっていうことをね、おっしゃったの。今まで1時間かかってたんだけど、15分でできるようになった。今までの私でしたら45分空き時間ができたら次の仕事やれ、今ちょっと考え方違ってて、この45分で自分をどう高めていけるようなことができるのかっていうことをね、その時間に当ててほしいなと思ってて、そういう使い方にしていきたいなと思ってるんですけど。